豊田市花園町豊田南バイパスは、愛知県豊田市駒場町から同市藍津町に至る、総延長 12.9km の国道155号バイパスである。全線は地域高規格道路、木沼豊田道路の一部に指定されている。2020年現在、起点から国道153号豊田西バイパスまでの 9.2km が開通しているが、 4.6km の4車線共用区間を除いて暫定2車線である。国土交通省中部地方整備局事業評価、監視委員会の資料では、費用便益分析算定上の過程の暫定共用開始年次は2025年度、共用開始年次は2033年度とされている。 東名高速道路トヨタインターチェンジから終点までの 4.8km は、接続する国道153号トヨタ北バイパスと、共に、豊田外環管の一部を構成する。国道155号原道は、福音7メートル程度の狭いに車線区間が多く、豊田市の中心市街地を通過しているため、通勤時間帯を中心に渋滞が激しく、バイパス完成により、 市街地の渋滞が緩和されている。なお、豊田南バイパスの豊田市東、新町までの暫定供用に伴い、2015年4月1日に国道155号言動区間だった豊田市駒場町豊田市神田町の道路管理者が国土交通省から愛知県に変更され、路線番号も国道419号に変更されている。ありがとうございます。